ナビゲーターの王様です。2016年、アジンTVが始まりまして、ポップコーンの作り方をご紹介したわけなんですけれども、皆さんもご覧になりましたか？まだということはぜひこちらの方も見てください。この番組ではアジンTVのワンコーナーとしまして、私、王様がホットにグルービーな情報をお届けしていきたいと思っております。また皆様から質問や疑問等を募集いたしまして、それにお答えしていくという形でやっていきたいと思っていますので、バシバシコメント欄の方に質問や疑問、またリクエストなんかも書き込んじゃってください。例えば、テクスイーツを作るとき、こういう場合はどうしてますかとか、王様の好きな食べ物はとか、今不倫騒動で話題のベッ。今回は第1回目ということなので、こんな感じだよというのをお伝えできればと思います。王様の好きな色はワインレッドです。王様のラッキーカラーはワインレッドです。最近両親が離婚しました。計算名を考えると父方につく方がいいと思うのですが、仲が良くありません。私はどちらかについていけば良いでしょうか？ミノさんに相談してください。祖父が亡くなりました。兄弟は4人いますが、私は末っ子です。相続税等いろいろありますが、私はどうしたら良いでしょう？ミノさんに相談してください。ミノさんに相談してください。タップ細胞はありますか？スタップ細胞はありますか？はい、というわけでございまして、こういった形でここもやっていきたいと思っておりますので、何度もしつこいですが、質問、疑問、リクエスト等をどんどん書き込んでください。チャンネル登録もお忘れなく。今年に入って有名人のスキャンダルや不祥事をよく目にしますけども、今まで気づいてきたものが崩れるときってこんなにも一瞬なのかと改めて感じます。ちょっとした誘惑、行動、発言で全て失ってしまうんですね。王様もこういったことを気晴らして自分自身の行動には今一度責任を持ちたいと思います。最後までお付き合いくださいましてありがとうございます。スタチュー、ゼスコ。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ラッピーピーポー。番組のラストはペンネーム青いウサギさんからのリクエストで、沖田博之で燃えてしよう。